江崎英二、後にハヤブサとしてメジャーでも通用する戦いを繰り広げる男である。本田正史、現在ミスター雁之助としてインディーマットでは一目置かれるほどの強者である。江崎と本田は大学時代の同級生で、1991年2人で FMW へ入門すべく上京してきた親友であった。お互いをライバルと認め、出世のために切磋琢磨していた2人だったが、運命のいたずらか、その後それぞれの道を歩くこととなる。1997年のオープニングマッチとなったこの日、親友と決別し FMW に残ったハヤブサに予期せぬ事件が襲いかかった。1995年 FMW を電撃離脱したミスター雁之助がフライングキッド市原と突然姿を現したのだ。雁之助たちの離脱は当時の FMW の屋台骨を揺るがすほどの大事件だっただけに、 FMW 正規軍のメンバーは鬼の形相で雁之助に襲いかかった。そんな中、ハヤブサは信じられないような形での親友との再会に戸惑いを隠そうともしなかった。おい、ハヤブサに、ハヤブサに、おい、何だに向くぞ、こら。おらんもな、数は決まってるぞ。雁之助からの参戦表明を受けた FMW だが、選手会の意向でこれを拒否する。しかし一人だけこの件に困惑するハヤブサに、この日田中の怒りが爆発した。何考え込んでるんですか。俺たち恩さんが抜けて、あの二人が出て行って、どんな気持ちで戦ってきたか、あなた一番知ってるはずじゃないですか。そのあなたがちゃんとしてきた形で帰ってきてほしい。ふざけんじゃないですか。俺たちは今までどんな気持ちで戦ってきたと思ってるんですか。俺たち FMW とあいつらと一体どっちを取る気ですか。何か言ってくださいよ。江崎さんも俺たちと一緒で一緒の気持ちで戦ってきたんじゃないんですか。じゃあ出て行ったあいつらに好き勝手なこと言われて、あなたは平気ですか。
何か言ってくださいよ。何か言う義務があなたにはあるでしょう。家族と親友の狭間に立たされたハヤブサに答える言葉が見つからない。複雑な背景を持つガンノスケとハヤブサの対決は意外に早くやってきた。度重なる乱入の末にようやく FMW マットへの切符を手に入れたガンノスケ。ハヤブサはそんなガンノスケに自分のモヤモヤする気持ちをぶつけるかのごとく向かっていった。そのパートナーリッキーを下し、外に出て歩んできた道のりが正しかったことを絶叫するガンノスケ。その表情にはふてぶてしいほどの自信がみなぎっていた。FMW 参戦後、パンクマスターズ・オブ・レスリングの一員としてまさに悪の限りを尽くし FMW の前に立ち塞がってきたかつての親友に対して、果たしてハヤブサはどんな心境でこの一戦に臨むのであろうか。お互いの思いをマスクと髪の毛に託し、メビウスの輪で作られた宿命の戦いが今。いいかおい、よく聞けおい。どうだハヤブサ、おめえらの FMW だ。今日は命じたおい、あんたら俺たちが FMW だろうな。今日お前らを申し出したろうな。よう前だけおい。ガンノスケ、お前がどういう気持ちで帰ってきたのか分かんないけど、俺たちがやってきた2年間、お前がやってきた2年間、ここできっちり視力をつけてやる。いいか、俺たち FMW は絶対に負けない。 FMW 97年度初のビッグマッチ、そして初進出の横浜アリーナ、一人目のゲストコメンテーターは誰が名付けたかデスマッチの申し子、ウィング金村選手です。金村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、まずミスターガンノスケが入ってきましたけど、ふてぶてしいですね。あれですね、こう最初の戻ってきた頃はあれだったんですけども、今すごい勢い持ってますね。僕もぜひ試合をやってみたいという気持ちが今すごいあるんですけどね。なるほど。金村さんも、ウイングが潰れて、IWA に行ったんですけども、最終的に FMW に殴り込みをかけてきたわけですよね。で、逆にこのガンノスケもまた IWA、FMW を出て IWA に行き、そしてさらにまた FMW に戻ってきたということで、状況は違えど同じような気持ちでリングに上がってるんじゃないでしょうかね。そうですね。でも今本当に彼が、FMW1 裏切って、それに出ていろんな体験をしてきたんでしょうね。やっぱりこう見ててもやっぱり
田中やこのハヤブサたちとは勢いが違いますね。まあ、金村さんはまあ前からまあハヤブサ批判というかですね、まあ、そのハヤブサの姿勢に対するですね批判をですねよくしているんですけども、ハヤブサですね、はい、さっきの試合前のインタビュー見たんですけど臭すぎますね。何ですか？さっきの試合前のこうインタビュー、はい、見させてもらったんですけど、ね、はい、臭いね、うん、ただまあ今回はまあハヤブサはまたすごいどういう感じで試合挑んでるんですよね。もちろんそのハヤブサと雁之助の関係っていうのはまあ金さんもご存知だと思うんですけども、ええ、まあ、同じ上京してきてですね一緒に FMW を入門してね、まあ、いつの日か、まあ、こう大きい会場で一騎打ちをするという夢があったわけですけれども形は違いと、まあ、実現してるんですけども、まあ、まさか雁之助がこんなになって戻ってくるとはハヤブサが一番思いもよらなかったでしょうね、ええ、でもねこう結局考えが甘いからこうごろくされてるわけじゃないですか、はい、僕例えば僕もひどいに何度か裏切られて、はい、まあ、その時はもうすぐこっちも頭切り替えてすぐもう対決しないといけないから、はい、いつまでも親友がどうだこうだってね、はい、くだらないことばっかり言ってるからこのバカダメなんですよ。バカってハヤブサですよ、まあ、かなり今回もまた辛口なんですけれども、はい、まあ雁之助に関しては、はい、彼がまだ FMW にいた頃は、まあ、ほぼ毎日のように戦ってたんですか。そうですね、いつも、まあ、雁之助こいつが森田さんと組んで、はい、で俺はミスト工具、はい、初代ボゴさんとタッグを組んでやってたわけですけどね、はい、なんかあれですよね。だからこう大分さんが最初5月5日で辞められた時に、はい、こうなんていうんですかね、こう話では話でやってこうハヤブサをこうレスリング路線 でデスマッチ路線を雁之助が引き継ぐっていうような、はい、そういうようなありましたよね、はい、でも何を勘違いしたか辞めてしまって、はい、まあ、何も考えずに他団体上がっていって帰ってきた時はもうすごいでかいなんていうかムーブメントっていうんですか、はい、彼個人がすごいでかい存在になって帰ってきましたね、はい、まあ、実際に、まあ、まだ帰ってきてから戦ってないと思うんですけども、ね、まあ、見た中でのミスター雁之助ってのはどうですか。さっきも言ったけどやっぱりでかい存在になってますよ僕の中では、はい、今は、まあ、田中やいろんな人間とやってるわけですけども、はい、今のうちにこうなんていうんですかね、ある程度潰しておかなきゃという、はい、そういう気持ちがありますね。もちろんそれは保坂とかもそういう同じ気持ちがあるみたいですけどね、はい、まあ、雁之助は、まあ、今でこそこのハヤブサの戦いによって、まあ、レスリング的な試合をしてるんですけども、はい、まあ、最終的には、まあ、デスマッチもできるっていうのを僕たち知ってますんで、ね、はい、まあ、そこら辺も、まあ、警戒というか、はい、結構気になる存在ですよ。まあ、逆に言えばスーパーインディにとってはある種厄介な、そうですね、まあ雁之助自身も一つのスーパーインディかもしれないですね、はい、まあ、雑誌なんかの発言によると、まあ、あのスーパーインディっていうのは、まあ、雁之助が FMW に在籍していた時に目指していたものだっていうことを言ってましたよね。後から言うなボケっちゅうんですよね、はい、でもやっぱ気になりますよ本当に。試合をやってみたいですね、はい、まあ、同じ、まあ、コスチューム髪型をもう帰ってきた意気込みは感じるんですけども、ええ、まあ、で何を目指してるんですかね雁之助は。どうでしょうね、まあ、僕たちもこいつがちょうど FMW 帰ってきて、まあ、最初、まあ、週刊誌で見たら、はい、まあ、田中や僕の名前が出てたわけですよ、はい、試合したいと、まあ、結局ハヤブサとのいろんな関係があってずっとハヤブサとやってるわけですけど、ね、はい、やっぱり彼も紙面でそういうような形で言ったっていうことはやっぱりある程度ウイングの人間とそういう意識があると思うんですよ、はい、やっぱり同じように僕たちもあいつが書いていたのにやっぱりそういういろんな気持ちありましたからね、はい、まあ、対するハヤブサの方なんですけども、うん、去年の8月ですか、復帰してですね、まあ、もう9ヶ月経ってるんですけども、どうですか復帰当初と比べて今のハヤブサは。どうしても最近ほとんど当たってないですからね、はい、ボイコットしましたよね一回ハヤブサ戦が組まれていたの、もうやっぱり僕たち大分さんが言った通り本当に2つの道ができたと思うんですよ、はい、で、まあ、ハヤブサはハヤブサでハヤブサの道ができたわけじゃないですか一つの、はい、に、ま、
どう言えばいいですかね、あの時がちょうど早尾さんにとってすごい勢いのある時期ではなかったと思うんですよ、はい、だから別に 対戦する必要もなかったと思いますし、はい、うん、まあ一時期の勢いは間違いなくないですよね、早尾さんには、はい、でまあ実際に見て、まあ貝村選手もちろん雁之助も批判する早尾さんの甘さっていうのは基本的にはどこから来てると思いますかね。いや、こいつが基本的にバカだからでしょう。それはどのような意味で。ヤマトの試合かな、どっかでこう見てたんですけどね、はい、赤之助たちが2回目の乱入 してきた時ですか。その時に早尾さんマイクを持って何を言うのかなと、お前なんか友達じゃないって時ウイングズでその場でかけましたからね、まあ、そこら辺も雁之助自身もやっぱりこいつバカじゃねえのかっていう気持ちあるんじゃないですかね、はい、でも今日の早尾さんはその辺はある種試合見てると吹っ切れてるような感じはするんですけどね、逆にやっぱ早尾さんを認めているからこその発言と受け取っていいんですかね。いや、どうでしょうね。もちろんそれは今後の早尾さんの戦い方次第で、やっぱり一時期は本当にこう早尾さんだっても熱かったですからね、はい、今はもうどっちかというと早尾さんよりやっぱり僕には今一つのテーマがあるんでね、はい、あの大分さんを超えたいって、はい、大分さんを超える前のその対戦ですか、はい、まあ、その対大分さんの前に来るのはやっぱり田中であり、はい、テリーでありグラジエーターは早尾さんの方には僕自身は目は向かないですね。なるほど、ええ、あとすると、まあ、また別の話で、まあ、早草全日本プロレスの方に今、何回か試合させてもらってるんですけども、そういうでも例えばそれは僕すごいことだと思うんですよ、はい、まあ敵ながらなんていうんですかね、僕たちも胸張れるっていうんですかね、はい、そこら辺はだからそういうふうに全日本上がってるからこそもっとこう覇気を出して、はい、もっとこうなんていうんですかね、一番早草がテンション高かった時期に戻って、はい、その上で全日上がってほしいですね、まあ認めるっていうようなニュアンスかもしれないですけども花はありますよね、はい、今色、まあ、この 1年ぐらいですかインディーファンがすごくあって、はい、でその中で発表されてもこうやっぱり全日本プロレスのファンからでもバーッと来たわけじゃないですか、はい、そういうのは他の選手にはない早草のこうなんていうんですかね、明るい部分ですね、はい、それは僕はそう思いますけどね。なるほど、そしてまあ今度は雁之助の方に向かう話を戻すんですけども、この辺はよくミスターポーゴが使っていた技ですよね、多分彼も毎日のようにミスターポーゴとやられてましたからね、はい、まあ、本当にあれですよ、他行ってからいろんなことをこうあれしてきたんでしょうね、はい、やっぱり僕はレスラーである以上そういうのは少しは必要かなと思うんですけど、はい、結局あのまんまいたらこいつがあのまんまこっちに残ってたら、まあ、結局僕たちと対決したりする、その一つの枠の中だったわけですよね、はい、でそれが外に出て、まあ、天竜さんや剣道長崎さん、はい、そういうなんていうんですかね、もう元メジャーにいたようなそういう人たちとの対戦も少ししてきたんですよね、はい、そういうのがやっぱり、まあ、田中たちの違いと思いますね、はい、早草や田中たちとの雁之助の違いとは思いますけどね、はい、もちろんこうやって帰ってくることになったらそれなりの覚悟はいると思うんですよね。金村さんが、まあ、ウイングから、まあ、あえてウイングからと言わせてもらうんですけど、ウイングから FMW に来た時、もし失敗はできないなっていうのはありましたか。ありましたね。やっぱりもちろん FMW のファンにも、はい、なんだこいつって思われるのやし、特に FMW の人間、はい、関係者にもなんだこいつって嫌でしたからね、はい、もう常に必死でしたね。だから、まあ、それとはまた同じような感じですけど、彼の場合、まあ、一回会社はああいう形で辞めてるわけですから、はい、いろんな葛藤があると思いますけど、はい、あったと思いますけどね。でもそういう面では立派ですよね、雁之助は。彼とは本当やってみたいですよ、はい、まだこっち来て雁之助はストリートファイト以外のデスマッチは
まだやってないですか？まだやってないと思いますね、はい。もしできることなら、こう、優勝戦やいろんなことで、まあ、彼ができるの知ってますから、はい、やってみたいですね。あと、体がやっぱでかくなってきましたね。本当に、これだけの体を持っているのは選手は少ないですね。はい、また、なんていうんですかね、田中や黒田とは違ったこういうでかい体をしてますよね。なるほど。ただやっぱりその自分の縄張りっていうんですか、やっぱ島は荒らされたくないっていう、やっぱインディーある種、まあ、生き残りじゃないですか。でも現にこいつ雁之助自身もウイングっていう言葉を出してますからね、はい、やっぱそう、あのハヤブサと2人だけの対決であれば関係ないですけども、はい、まあ現に僕たちの名前を出してるわけですから、はい、まあ本当にほっとくわけにはいかないという形でしょうね。まあまあ保坂選手やですね、伊藤選手なんかはどんなような感じで思ってますか？やっぱり気になると思いますよ、はい、現に今ウィングの人間、自分の試合終わったり自分の試合の前に雁之助の試合は絶対見てますからね、はい、伊藤なんか比較的に枠の強さっていうかですね、ですね、ある種同タイプの、ああ似てるかもしれないですね、はい、そのスタイル云々という、生き方っていうんですかね、はい、まあ非道もウイングを裏切っておきながらウイングを名乗るというそういう強さってあるじゃないですか、そうですね、はい、あいつが裏切った時も俺がウイングやっていうような形、はい、そういう面では、はい、こう似た面はありますね、はい、雁之助ももちろん FMW を裏切っておきながら、俺たちがリアル FMW だということで、そしてこのお兄さんの得意のサンダーファイヤーとかを使ったりですね、お客さんもファンも怒ってましたね、はい、お前が使うな言うて、でも今や雁之助にとってブーイングこそ、そうですね、勲章でしょうね、はい、本人には全くそういうあれはないでしょうね、でも声援とかそういうのはもうさらさらないでしょうね、でもはっきり言って声援とか関係なしに買ったものが一番ですからね、はい、どうしても試合を見ながらでも、まあ、早草は雁之助戦ってるわけですけども、雁之助目がいってしまうっていうのも、そうですね、何がをやるか分からないっていう怖さってありますか？でも結構試合してますよね、はい、だからある程度の彼のやることっていうのは分かるんですけど、やっぱりどれぐらいですか、もう約2年対戦がないんですよね、はい、でその2年間で彼自身も大きくなって強くなって、まあそう考えたら初対決みたいなもんですから、やっぱそういう警戒はありますよね。なるほど。で、まあこれはあと、まあ、試合後に分かると思うんですけども、まあ、一応マスカラ、コントラ、カビジラ、まあ、雁之助が要求してきた試合なんですけども、まあ、あの前日ですか、まあ、あの新聞紙上にですね、あの早草のコメント載ってたんですよ、俺はお前の髪の毛なんかいらないと、俺はお前に FMW に戻ってきてほしいというようなことを言ってるんですけども、どうでしょうね、そういう発言に対しては。いやもう本当バカ以前の問題ですね。もう現にこういうふうに、例えばですよ、非道なりが僕たちを裏切って、はい、さっき言った通り俺がウィングやったら俺は許せないです、はい、例えばそれが保坂であろうが、まあ、ドラゴンウィングがでも、もうそれをね、帰ってこい帰ってこいなんていうのは本当にバカだと思いますよ。まあハヤブサは今勝ちましたけども、はい、いずれハヤブサは雁之助に干されるでしょう。僕はそう思いますよ。勝った早草もどっちかというと苦しそうですよね、まあ、強いて雁之助の敗因を挙げるとすれば、雁之助のこのパワーっていうのはスーパーヘビー系ですね。本当に体のデカさと腕の太さと、
発式ですね。はい。1年9ヶ月前に、まあ、男女入ったときにピンチペロンになりましたね。あの時笑いましたね。はい。もちろん雁之助にしても負けないつもりで頭を染めてですね、必勝を期して挑んできたんですけどもね、まあ、ある程度もう結果は出てるんですけども、はい、まあ、彼にとってはっきり言って負けても髪の毛切る気なんてさらさらなかったと思いますよ。雁之助、ここにいるみんなも来てくれ。雁之助、俺、お前の髪の毛なんかいらねえよ。お前が甘いって言われてもいい。俺は自分で信じた道を進んでいきたい。だから雁之助、一緒にみんなに頭下げてもう一回やり直してくれ。雁之助、頼む、分かってくれよ。俺がお前にできる、お前にしてやる最後のことなんだよ。分かってくれ。矢部さんにしか分からない。いや、今雁之助もこういう顔してますけど、心の中ではさらさらそういうこいつバカじゃねえかっていうような、そういう気持ちしかないと思いますよ。それ見なさい、バカタレって言うんですよ。でも本当にこんなめでたいバカいないですよね。それがなんかハヤブサの、ハヤブサらしいところじゃないですかね。悲惨ですよね。髪切りマッチで買って服用も取られて、でもああいうバカなこと言ってるからこうなるんですよ。まあ、強いて言えば、どう言えばですかね、試合で負けて勝負に勝ったって感じですね、雁之助。ミスター雁之助。ええ。これも過去にミスターホーグに散々打たれてた、ええ、はい、それを自分のものにしてるっていう。このクソ坊主に。この新崎人生は、いつハヤブサと親友になったんですか。さあ、まあでもこう新崎人生対雁之助っていうのをファンから見てみたら、いや、ぜひシングルマッチを見てみたいでしょうね。この試合は、試合で勝ったのはハヤブサですけど、いろんなトータルの勝負で勝ったのはミスター雁之助でしたね。なるほど、あの、侮れない存在ですか。おそらくハヤブサは当分次はもう雁之助に勝てないでしょう。僕はそう思いますよ。王様たまごとまみれハヤブサ、正義軍なんか戻んねばおけ。だからお前は来んだろ。今度は火慣れないにしてやるぼけ。本心なんでしょうかね。いや、本心でしょう。パレスは所詮一人ですかね。泣いてどうすんのやっちゃうんですよ。もし金村さんが同じ状況で、まあ非道なのと、まずこういうことは言わないですか。言わないですよ。叩き潰すしかないでしょう。出てくるのは勝手に出てくる。
まあ、僕だけじゃなくて誰でもそうすると思いますよ。だからお涙頂戴してんじゃないって言うんですよ。だからこのハヤブサはダメなんですよ。まあ、僕はこれでガンノスケとの対決が自分自身も楽しみになってきましたね。呼びかけが最悪の形で裏目に出ただけに、大仁田からの厳しい忠告に返す言葉もないハヤブサ。果たしてこの残酷な現状をハヤブサはどのように崩していくのだろうか。